オシキャットは猫の品種の一つ。原産国はアメリカ。1964年、アビシニアン、シャム、アメリカンショートヘアを交配して生まれた品種である。野生的なルックスが特徴であるが、ベンガルのように山猫との根血ではない。ヒョウ柄が特徴的。このスポットはクラシックタビーがバラバラに切れたもので、サイドから見て、体側のスポットの軌跡をたどると、 クラシックタビーの運形模様になる。頭は丸みのあるくさび型で、顔はクーガーフェイスである。目は大きめのアーモンド型をしている。耳は大きく頭頂部の左右の角に位置し、それぞれ斜め45度両字では直角に開いている。体格は筋肉質で引き締まっており、見た目より持ちを盛りする。体重はオスでは 5.0kg マイナス 6.0kg 以上が好ましい。 紐は光沢があり、本質のような手触りである。ダウニー、チョコレート、シナモン、ブルー、ラベンダー、フォーンと各シルバー系、エボニーシルバー、チョコレートシルバー、シナモンシルバー、ブルーシルバー、ラベンダーシルバー、フォーンシルバーの計12色がある。オシキャットの最初のブリーダーは、ミシガン州バークレーのバージニアデイリーで、アビシニアンとシャムを1964年に、 交配させたのが始まりであった。一代目の子猫はアビシニアンに出会ったが、二代目で反転模様の子猫が生まれた。トンガという名の猫はこのブリーダーの娘に、オシキャットというあだ名で呼ばれた。オシは模様が似ているオセロットから、トンガは去勢手術を受け、ペットとして売られたが、その後もトンガの両親はさらに反転模様の子猫を産み、それがオシキャットを産む独立したプロジェクトとなった。 他のブリーダーもこれに賛同し、同じ後輩手順でシャムとアビシニアンの間に生まれた猫をさらにシャムと後輩させた。オシキャットは最初 CFA に登録されたが、その後1987年にチャンピオンシップの賞に移された。今日、オシキャットはその野生的な外観と友好的な性格が世界中で人気となっている。オシキャットはとても社交的な品種で犬の魂が 猫の体に入っているとも言われるくらいである。ほとんどが投げたものを取ってくるなどのゲームを覚えられ、ハーネスと綱をつけて歩き、呼ばれれば来て、指示をされた通りに泣いたり座ったりするなど、トレーニングした犬のようなことを覚えられる。また、ほとんどがおもちゃで遊び、敏瘍で、一部では水に入ることを怖がらない者も,もいる。推しキャットはとても友好的な猫で、 見知らぬ人にも近づいて触ってほしいという仕草をする。このような性格から、オシキャットは、家族のペットとして馴染み、また他の動物とも生活できると言われている。オシキャットは、猫と常に一緒にいたい人にはとても良いペットであるが、人があまり好きでない猫と違って、十分に世話をする必要がある。活動的なので、よく運動できる環境で飼うのが望ましい。生来の家猫血統で、 人懐こく甘えんぼ。頭が良く犬のように忠実である。ただし犬と違い孤独には比較的 c が退屈には弱い。飼い主との結びつきを望み、愛情深くとても飼いやすい良い性格とされるが甘えんぼなので飼い主が向き合って可愛がる必要がある。いくらか寒がりであり、冬の健康管理には気をつける必要がある。歯肉炎にかかりやすい。 ありがとうございます。